大体ざっくりとこうしていくからこんな感じで書いていくんですよ。わかります？そうするとここの中心地とここがちょっと分かりやすくなるんでバランス取れます。一番バランスの取れあの何でしょう、ちぐはぐになる方って一番完璧にやってまうんですよ。こっちがあったらこっちばっかりやる。で僕今やったら分かりますから、山からある程度こういうふうに入れていて、ここの位置分かります、ここを調整しながら入れていくんです。で左右対称の方っていらっしゃいます。皆さんどっちかって言ったら、ね、もうすぐに立ち上がるとか、もう分かってます。これ分からない人も多いんです。ご自身の顔が左側の方がね、ちょっと1ミリ2ミリ広いとか、こっちがちょっと下がってるとか、これもうすぐ皆さんあるんですね。でこれを知ってもらうことによってバランス取るんです。今度はですね、その裏向けてもらったらこういうふうになります。でまず上の方ね、この上が見本になるんで同じような形でちょっと太めの前になっていると思うんですが、まあ、イメージで見て書いてみてください。で、右左を左右バランスを取りながら、右ちょっと書いて、左ちょっと書いて、右ちょっと書いて、左ちょっと書いて、前頭に向けていく方向。これがやってるとすごく面白いのが出まして、癖って出るんですよ。小池さん左がとにかく角張る癖ありますね、山は、ね、で内山さんは眉頭の中に入れる癖あるんですよ、ね、これを見本にしてくださいっていうのもここに入ってるんですよ。これが自分の顔でもそうなるんですよ。だからイメージを、まず理想のイメージを紙の上で作らないと、はい、じゃあ次これはですね遠心顔の書いてあるんでいいです。遠心顔です。これちょっと入りすぎてます。ちょびっと入って、前頭が入りすぎてるところ。私は、まあ、ちょっと難しいですよね。で、今度は標準顔やってください。なかなか治らない。癖として眉頭から描くんですよ、皆さん。これをまず、そう、それをまずやめてほしい、今日から。もうそれだけでも。ここを最初に描いて、そうです、そうです。それを、もう本当にそれを変えるだけで、すっごく楽なんですよ。先ほど言ったように7割がもう眉なんですよ。7割が眉で印象変わるんで、もう今日は後でやりますけど、もう眉だけ変えるだけですっごい魅力的にまだまだなんですよ。これは球心になってるんですよ。長めで中が入ってるでしょ。全然印象変わるでしょ。でこれを一回作ってみてください。もうタッチ違うの分かります？で、中にこういうの前頭に入れて、全然違うよ。これでもよく女優眉毛みたいな、こう細い方で濃淡を作るんですよ。こう入れるとここに濃淡です。で、下をほぐすんですよ。そしたら上、薄いですね。立体的な眉毛で、毛がない方だったらこういうふうにしてちょっとこういう描き方をしますけどね、あえて眉頭を描きます。どうですか？全然違うでしょ、描いてる。だからまずはこういう、まあ、鉛筆で描いたりこういうのを練習するというのが大事なんですね。ちょっと右側のバランスをよくするコツっていうところだけちょっとやってみます。左右の高さが違う方も結構多いので、そういう時どう描くかっていうと、ね、ここですね、上部をこう今こう揃ってますけども、右が低いとかいろいろいらっしゃいますね。描く時にこの上部か下部っていうこう下の部分、どっち側から描くかっていうのを考えなきゃなんですよ。極端な一番多いパターンが山がですね、こっち高い人、こっち低い人、わかります？低い、こんな人いらっしゃるでしょ。でそれを調整、どうですか？しにくいでしょ。しにくいです。それがこれ、コツなんです。だから、同じように生えてるところを描こうとするから、これが強調されるんです。
だから例えばここを書くときに下がってる方を書くとき毛がまああるとしますね。ここの毛が下じゃなくてここを高めに取ってこういう。で今度こっち側は毛を下に当てますよね。一番下のここを意識する。これでそう矯正取れますから。でそれと左右の高さが違う人って必ず前頭が違ってきます。だからさっきやった練習が必要なんです。ここから描いた場合はこういうのになるんですよね。こっち側から描くときは下やこうですよね。そしてこことここのバランスを合わすんです。こうして眉頭のここが合ってくるとちょっと多少ここが高さが変わってきても見た感じとしてこう筋が入るかもしれません。お顔の中で一番こうバランス悪いのはあっち行きこっち行きの方向性が統一されてないことなんですよ。だから眉頭というのは花でいうとこういうふうに咲いていくと綺麗でしょ。チューリップなんでもこういうふうにして花筋にこうなってくるところが一番いいんですよ。